はい、お願いします。はい、じゃあどちらか寝るまでちょっと待ってね。はい、はい、よろしく。はい、じゃあ寝るまで。はい、はい、行ってらっしゃい。これいいな。いいですね。あ、意外と進まない。あ、後ろがいないからいいですよ。あ、いいですね。お、意外と高い。意外と高い。意外と怖い。あ、でも大人になっても結構怖いじゃないですか、これ。後ろがいないからやり放題。子供の時なんかはかなり高く感じる。すごい高く感じますよ。大人だからまだ。まだ、しかもこれちょっと横の揺れがガタ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 。おお、眺めがいい。いいですね。晴れてよかった。天気も回復。雨も降らず。雨も降らず。おお、いい、これはいい。これ結構小さい声にしたら怖いですよ、そっち側。赤いです。右っ子は。いいですね、これロケーションがいいですよ。おお。これそんなに早く進まないところもまた。このじっくりと200円を楽しむ遊び。眺めを楽しみながら。この漕ぐ動きこそなんかポケットから何かを落としそう。僕の方が。あのアドベンチャーシップ。比較的新しい。新しい。線路がグニャグニャ。怖いですね。怖いですね。あ、いいですね、ピンクで。おっと、網がなくなってちょっと怖さが増した。増してきました。怖いです、これは。なんか落ちたら危ないです。カクって落ちたらなんかバキッズル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 。こんなんで大地震が来たらやだ。レールがくねっぐにゃぐにゃ。お、ここは何ですか。あ、これは電車。あ、トイレ。これやばいじゃないですか。上からガラスの。あ、低さ低くて落ちたら痛そう。コンクリ、はい、ここで後ろへ来るまで止まってるっていう。あ、いいですね。のんびり。あ、のんびりと観光。いいですね。あ、昼寝ができそう。バイクがない。取られた。取られた。お、マジか。帰れねえ。歩いて帰る。あの桐生駅から。それかまさかタクシー。タクシーで行って電車で山前。
スのスピードがまた、おお、おお、怖い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 、最下怖い。なんかここも坂になってます。おお、なんかあの僕なんかのすぐ前でやってたやつはなんてもうそこ終わってあそこ歩いてますよ。ほらあの、お、そうです、ね、早い。早い。あ、ここトイレが。ブレーキ。おお、追突追突。怖い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 。スピードオーバーでレールから。ガタッ。おお、でも漕がなくても。これどれぐらいのスピードになったら脱輪するとかあるんですかね完全に脱輪しないように設定されて脱輪したらもう落ちる、もう落ちるしかない終点です。意外といいですね。これは楽しめましたね。たまに来るといいですね。たまに来るとこれは200円で。はい、ありがとうございました。はい、意外とやっぱ楽しいですね。そうでしたか。これはまた、はい、こちらを通り抜けてください。はい、ありがとうございます。はい、すいません。はい、どうも。噴水が上がりました。